どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、帰ってきたやつらをね、帰ってきたやあいつらをね、豚バカより生還したやつらを使っていきましょう。何か理不尽ワンキルを決めていこうじゃないか今日も。ね、コアキメールの今後格帰ってきました。今まではリミット2というね、に指定されていたんですけれども、これが3枚積めるようになりました。つまり自由にサーチができます。ゴーシュ、今日はベイブレーダーになります私は。どういうギミックだっていうか、もうね、皆さんもよくご存知かなと思うんですけども、コアキメールです。まあ、この今後枠でコアキメールをサーチして、まあ、展開していくというデッキですね。でコアキメールデッキは基本的に高校ワンキルが得意です。なので高校ワンキルをしていくというデッキになってます。で、今までと違うギミックとして入っているのがリフレクターですね。はい、もう出張パーツ VS 出張パーツみたいなのがあって、リフレクターも、コアキも積んで、なんか、1枚でシンクロできるモンスターと、なんかその高校ワンキルするモンスターで、なんか先行にちょっと強いし、なんか高校にもめっちゃ強いみたいなデッキに、なってます。まあ大物ギミックはこれモノコーラくんから教えていただいたんですが、結構ね楽しい。まあもちろんそんな強くはねえよ、そんな強くはねえぶっちゃけ。まあ言うて安定感はそんなないから、コアキメールって言うて2枚以上コンボだしね。なんですけどもやっぱね、理不尽さがすごいのよね、コアキメールってね。もう要は一番の黄金ムーブですよ、ウルナイト。混合格でまあなんか足りないやつ引いてきて、ウルナイトと、マキシマムどこだ、マキシマムと、この口角を揃えるお仕事で、混合格サーチで足りないやつ持ってきて、ウルナイト混合格見せて、なんかそのアイスとか、サンドマンとか、まあその辺のやつ出して、で、ウルナイト特殊召喚して相手のモンスターバチコリ破壊して、ぶち込んでいくという、まあそういうデッキですね。でね、今回新しく採用した今までなかったモンスターで、これですね、フルバリア、コアキメールフルバリア、これがね結構強い、今すごい強い。てかだからコアキメールの口角1枚をデッキの一番上に戻して、次の自分のターンのスタンバイフェーズ時まで、コアキメールと名の付いたモンスター以外のフィールド上のモンスターの効果が無効化される。つまりですね、まあ、召喚師アレイスターとか、リフレクターとか、ああいうモンスターの効果が一切無効になるんですよ。これが何が強いかっていうと、結局先行で立てれるんですよね。例えば、コアキメールウルナイト召喚で、効果で、口角見せて、フルバリア立てて、でフルバリア効果でコアキメールの効果を1枚デッキに戻して、デッキトップに戻して、でフルバリア効果発動したら、もうね、あのモンスター効果、相手のフィールド上の発動するモンスター効果全部無効になるんですよ。だからまあ、もちろんね、ウルナイトとかは混合角がないと死にますけど、けどね、こいつはね特にね維持コストないんですよ。だからこいつは生き残るんですよね。でこいつなんと死んでももう発動した効果なんで、こいつがウルナイト、ウルナイトじゃねえや、フルバリアが死んでも効果がずっと残ってるんで、もし例えばじゃあ供物とかで破壊されても、じゃあ召喚アレイスター召喚とかやっても、アレイスターの効果も発動しません。なんでかっていうと、もうすでに発動してある効果なんで適用されていて、もう相手のフィールド上のモンスターの効果がスタンバイ、自分のスタンバイまで全部使えないっていう状態になってるんで、コアキメール以外は。だから結構ねこいつがね先行強いんですよね、割と。なので1枚採用という形でございます。まあそんな安定して展開できるかって言われても無理だけどね、コアキメールウルナイトとその効果がないといけないから。はい、まあちなみに盾はマジで弱いんで、攻撃表示はマジで弱いから召喚はマジで1000しかないから雑魚なんで、ちょっとこれはあれだけどね。はい、まあ、最悪やるけどそれも。ということで早速はすり替えで小遣いで相手のバックを除去して、安定させるっていうことも一応します。はい、早速ですね、あちなみにスラッシュバスターも出ますんで、はい、これでね。はい、ということで、豚箱からの生還者ワンキルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ちょっとですね、イベントで撮影してるもんで申し訳ございません。でこれ毎回言ってんだけど、これどっから使うか分かんねえから、毎回もうなんかイベントで撮影しててすいませんっていうの疲れたわ。ですね、今一応ですね、魔法使い族がなんか打点上がるみたいな、モードなんですけども、全然関係ない攻撃使ってます、すいませんガチでそれはスマートしか言えないわ。で、サイキックリフルターの効果発動、バスタービーストを手札に加えていく。これだってあれでしょ、なんか攻撃帰ってきたんでしょ、俺たちの攻撃が帰ってきたって、それは使うしかないよね。
それ使うしかないじゃん。で先行立てんのはね、デストロイサムライかレッドデーモンドラゴンで決まってっか。でレッドデーモンドラゴンいきましょうか。レベル7バスタービーストにレベル1サイキックでエフェクターをチューリング。王者の鼓動、今ここに列を乗す天地メイドの力を見るがいい。神器の召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット魂をするぜ。さあこれはなかなか強えぞ。次のターンケチョンケチョンにしてやれる。ハッピーセットあと1枚じゃん。金剛閣引け、あーめんどくさいね。それは、攻撃する場合なんか墓地の魔法使いをなんか特殊召喚して、であの攻撃してきたモンスターを、の攻撃力をなんか半分にするっていうモンスターで、ナイトエンドソーサラーは特殊召喚に成功した場合に墓地のカードを除外するっていうのを持ってるんで結構強いです。これムーブ結構強い。相手もなかなかうまい馬ぶり遊戯王うめえ。ただまあ攻撃する場合だけなんでね、こっちからなんでちょっと待ちの姿勢なんですよね。はいはいはい。でコズミックサイクロンで1回除外させていただいてよろしいです。1回すいません。あ、ナビゲートかわいそうっす。ナビゲートかわいそう。ナビゲート除外しちゃった。強すぎでは。小脇メインの混合格の効果発動、これはねカナディア底なしが多分一番面倒くさいので、とりあえずもうサンタマン通常召喚っていいんじゃないですかね。まあとりあえず一回ちょっとこうしますけどね。でこれで狡猾とかはまあ全く効かないし、そもそも罠かも効かねえっていう、あ、なんもねえや、なんも効かねえや。はいはい。でこうしてでマキシマムさんの効果を、エグすぎー。さあお相手の方、ダークスティグのレックス・ゴドウィン選手、まあ、通称筋肉マン、通称松本人志、通称ベンプレしすぎ男、よろしくお願いします。デュエル3倍もうそんなに胸筋絶対いらねえだろ。絶ってかお前からそんな可愛いもんされてくんの。可愛いな、かわお前、まあ、さてはロリコンだな。ドロー、サイキックレフラクション、オーケー、サイキックレフラクション、なるほど。あいつ効果対象になると出てくるんだよ、なんかな。じゃあですね、まあ、とりあえずですね、これどうしようかな。リフレクターから行くか、まあ、混合格から行くかなんだけど、混合格からでも良さそうだな、これ。混合格で、効果サーチしましょうか。で、いや、サンズミやっぱ来るね、結構、初手に。サンズミやっぱ来る、結構。で、まず、一旦ちょっと混合格効果使っておいてからのサンドマン召喚で、でなんか罠カードはなんか適当ななんかでしょ。はい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 、オッケーちょっとね引いちゃうパターンが底なしね。オッケー、底なしは邪魔だな。どかすかこいつ、リリースして、でマキオジすると、なんか出てくんだな。で、マキオジして、マキオジ効果。で、これ破壊されると、あいつ破壊するけどなんか出てくる。はいはいはい。チョコかな、チョコじゃねえかなと思うんだけど、ちょ、なんかなんでこんな筋肉マンからこんな可愛いモンスター出てくるんだよ。まあ、それは、こいつはですね、手札から特殊召喚するやつですね。これ殴るのはちょっと無理ですね。で、維持コスト払わない。いや、あのね、ベリーマンちゃんがちょっとめんどくさいんだよね。あと、サンド引いちゃった場合、ちょっとウルナイトムーブができないんですよ。ウルナイトから、サンド出すっていうムーブがちょっとできないんで。あとね、絶対ね、ウルナイトさんがね、そこはちょっとカナディア踏む。まあ、いいんだけどね、マキシマム、が降臨したら強いから。マキシマムは、なんか結構早めに降臨させた方がいいと思う。多分、もう、ゴリゴリ出しに行っちゃっていいと思う。これ相手がマキシマム突破できなかったら、あの次また破壊できるじゃないですか。だからね、結構アドバンテージ稼いでくれるカードなんで、結構しかも3000に正確ですからね、簡単に突破できるんですよ。だからね、ダッシュに行っちゃうパターンは結構ありですね。出せるときはもう着地しに行っちゃうっていう、そこらしかなって不備よりかはマイちゃんがある。 OK、 いやー、これなんかあれかな、さ、キウイがいてもさ、これ打点3000はさすがに超えられないでしょ。 OK、 ナイスで、口角 OK、
口角 OK で、とりあえず巻きおじ効果で、こっち、いや違うな、ベリーは別にね、このデストロイ侍で殴ればいいんですよね。なんでアップルマジシャンガールですかね。でですね、デストロイ侍がね回答です。マジシャンガールのあいつら殴るときに効果発動するんで、デストロイ侍さんマジで強いんですよ。ですね、デストロイ侍入ってますよね。デストロイ侍入ってるから、サイキックリフレクター召喚、サイキックリフレクターの効果発動、バスビ持ってきまーす。はい、夢の共演します。今から出張セット、かける出張セットっていうカスみたいなことします。サイキックリフレクターの効果、バスタービーストも手札に、じゃあね、墓地から特殊召喚レベルを2上げていく、レベル6バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、全てを壊せデストロイ、お前のズボンはコーディロイ、俺の車はロールスロイス、シンクロイ召喚降臨せよデストロイサムライ、はいはい。くそ。さあ、お相手の方、おパイナポー龍崎さん、よろしくお願いします。あ、強い、手札ちょっと強いな。これはですね、これね、ちょっとね、おしゃれムーブするわ。これがね、新たなる小脇メールの回し方。小脇メールウルナイトを召喚し、でそしてさらに小脇メールの混合角によって口角を持ってくるわけですよ、ここで。でですね、ちょっとね、あのね、すげえ強い、こいつ強くねっていうモンスター出しますよ、今。まあ、とりあえず、混合角除外して効果では破壊されなくして、ウルナイト召喚し、ウルナイト効果。口角を相手に見せつけて、デッキより、小脇メール、フルバリアー先生を特殊召喚。そして、フルバリアー先生の効果発動。手札の口角をデッキトップに戻し、次の自分のスタンバイフェーズまで、フィールド上の小脇メール以外のモンスターの効果は全て無効になる。すげえ、これガチ強いんだよね、マジで。ほんとね、あのね、ブルーディー。実質ブルーディー。マジで。めっちゃ強いから。あ、これはね、何これ、何が出てるの、打点声やめて。ちょっと待って、打点声やめろよ。やあ、すげえ、いや、これダイレクトアタックは多分できない。いって、危ねえ。フルバリアじゃなかったら死んでた。フルバリアじゃなかったら死んでた。でもこれ絶対デッキトップ効果なんだよな。デッキトップ効果なんですよ。え、やばいやんけ。これだってさ、すり返してさ、なんか引いて、マジで。ちょ、マジでマジで。リクエスタリクエスタリクエスタ、クソゲーかよ、マジで。クソゲーかよ。バスタービースト、ルバリアやるしかないか。ダイレクトされたら負けるかな。ダイレクトされたら負けるけど、でもさ、これさ、絶対さ、デッキトップ効果引いたらさ、これ一生勝てられねえ、これ。え、フルバリア強いんだけどな、こんな簡単に突破されるんじゃないって。俺すげえ、なんかさっきからフルバリアでなんか勝ってる人は結構あるんだけど、え、こんな簡単に突破されちゃう。え、俺これブルーディーって聞いてたけど、これブルーディーって聞いてたんだけど、嘘、そんなことある、そんな効果は無効だけれどもみたいなことですかね。え、フルバリア強いはずなんだけどな。